じゃないと受け入れてくれる人とやればいいだけだか質らね。問ないかったら始めますよ。頑張りましょうね。負け格は最後までやるべ役きじゃ職なをいお選びから。ください。早く負け認選め択らしれなるい人場になっ合、てほしい、プ余っレイヤーていがいちるゃん役と職もがランダムで振り分けう。ゲーられムまをす。ね、負ける試合を最あ後なまたでのやっ役て負け職なんはだと思うんだけど、芸俺能違う者のか。もう二日目でで負けじす。ゃん、あれ。プロ結果夜出が明るんだけかまらし負けじた。ゃん、も人狼に気う。をやんつなけくててくもだいいじさゃい。ん。何、俺以外に狂人がいると思ってんの、マジで。いるわけねえだろ、俺以外の狂人。俺以外の狂人にかけたってやつ？俺以外の狂人がいるわけねえだろうよ、まず大体。狂人な人が、いるわけねえじゃん。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言まあ、しま打とうす。としてるけど、頑張ろう。はい、おはいいようご話ざ聞かいなきまゃダメす。だわ。占い師をしさまっきはす。ね。ランシロで5番三白でした。ランシロで5番三白でした。はい。特に言うことないです。あ、騎士さんも、霊能者さんも、もう好きなようにやってください。はい。それぐらいかな。村のみんな、頑張ってください。僕は、白黒をつけるだけのマシンだと思ってください。以上です。9番のプレイヤーが発言します。お願いします。チーム村人陣営です。はい。まあ、9番さん占い師様で5番さんで把握いたしました。はい、まあ、8番さん占い師ってことなんで、まあ、もし太鼓出なくても出たとしても、まあ、そこはしっかり見ていこうかなと思います。はい。どっちが怪しいかなっていう。で、まあ、それもそうなんですけど、まあ確かにグレーも大切なんで、しっかりグレーも考察できればいいんですけど、まあもう結構僕も苦手なんで、まあそうですね。まあ考察頑張るんですけど、まあ頑張れない人たちも、まあもう一緒に頑張りましょうっていうことは言っときます。はい。まあまだ盤面全然あれなんで、まあ決めれないですけど、まだ8番さんも、なんていうの、本当の占い師って決めつけるのできないんで、まあそこら辺も、まあでも、マシーンとかじゃなくて、まあしっかり考察はしてもらいたいなっていうのは率直な意見でさ、占い師だったらね。はい。お願いします。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあそうですね。まあ9番さんは結構フラットに本当に見れる方なんだなっていう印象ですかね。8番さんの発言自体、発言からはね、偽要素。まあ、新要素、どっちも拾えないんだけど、まあ、声色がもううさんくさいんで、本当に声色精査になっちゃうんだけどね。新だったら、どうしようって思っちゃったけどね、俺は。まあ、もう、発言で締め取りそうになさそうな感じがするから、もう、あとはもう、占い結果で、ちょっともう黒ぱっつい、まあ、見つけるか、それとも、まあ、初日に苦労するか、もう、ってなってきますね。8番が死んだった場合って。っていう印象を持ちましたね。はい。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。特に CEO とはありません。8番さんに関しては、1番さんと、まあ、結構同じで、シーンを取りに来てるのかなっていう、ちょっと、そういう頼りなさは感じたから、その点で、俺は1番さんと意見が合うかなとは思ったかな。で、9番さんに関しては、8番さんの、なんだろう、その要素は感じなかったのかなって俺は思ったから、まあ、村の思考開示もね、ちょっと薄かったと思ってるから、9番さん、1番さんで比べると、自分は1番さんの方が、9番さんに比べたら印象いいかなって思いました。まあ、盤面固まったら考察伸ばしていければと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。資料特にないですね。はい。まず、9番さんの話ちょっとよく聞けてませんでした。ごめんなさい。2周目聞かせてください。8番さんはね、まあ確かにね、
発言だけ聞くとちょっと新芽ないのかなって思ってしまうけれども、まだ1週目の発言なんでね、はい、2週目しっかりグレスケとこうとしてもらえればというのが8番さんに対する意見ですね。はい、で、1、2がそれを叩いたという構図ですね。はい。8進であれば1、2のロはないのかなと、1人しか出てない占い師に対してね、叩きに行くっていうのはなかなかやりにくいと思ってるんで、自分はね。はい。ただ、8ローの場合は1、2のローっていうのも自分にあり得るのかなと。うん。最初ちょっとライン切りに行ったなんていうのもあり得るのかなとは思っています。ただまあ1、2の黒要素っていうのは、場面上の話なんでね、発言、今聞いた部分の話なんで、うん、黒要素拾ってるわけではない。はい。まあ2周目考察、頑張ります。以上。4番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師です。9番さんにランダム白が出てます。9番さん、ランダム白です。そうですね。8番さん対抗で出てるんだけど、なんか白黒つけるマシンだと思ってくださいっていうのは占い師感情じゃないですよね。だからもうこの時点で俺の神は決め打ってほしいと思っているかな。で、旧白出ているんだけど、まあ、2番さんかな。2番さんって、なんだろう。まあ、その、2番さん時点では俺は旧白を打っていなかったけど、2番さんって旧を若干叩いているから、俺目線は若干怪しくなるんだよね。1っていうのは、旧をフラットな目線っていうふうに評価しているんだよね。そこに対して2番さんが特に何も言わなかったっていうのが若干引っかかってる。ただ旧を、旧にヘイトを向けたかったのかなとも思ってるから。って感じ。2がちょっと気になってます。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人 G でした。まあ、4番さん、新決めてほしい。8番さんのマシーンとか言ってるから、決めてませんね。私は8番さん、ザ・シンプルですっごいいいと思うんですけどね。特に何も、清楚することなく、シンプルの方がすごい分かりやすいと思うんですけど、私は。そうですね。まあ、4番さんの白先が9っていうことで、9番さんっていうのは8番さんを、まあ、まだ対抗が出てないけど、フラットと見るって言ってて、まあ、1番さんはそれに指摘していた。9番さん目線、フラットって見るっていうことは、そうだな。もし強人だとしたら、その占い師さんが、どっちがご主人様かわからないからこそ9番さんの目線でフラットっていう言葉が出てきたのかなと思ったから4番さんの白崎9っていうのは強人目もあるのかなと思いました。やべ、マジでしてたわ、一瞬目は。6番のプレイヤーが発言します。そうですね、今日はですね、例の、セサでね、決め打ちする気持ちでやりましょう。偽物を初日について、信号をなるべく残すと。村として2回占い、3日目まで、持ち越したい場合にはロラっていう方法を取る。まあ、理想は決め打ち。で、霊能に関してはそういう、ねえ、もう待ってる間に精査して、2場面があったら。そんなのぐだぐだ1分間言ってる暇ないから、もうこっちをする。次の日こっちをするでいいから、頭の中では精査して。それよりも話すときにはグレー精査と占い精査に全てをかけることの方が大事だと思う。うん、ただ、発言ではないけど、発言する前にはもう霊能精査はつけとかなきゃダメだと思うよ。うん。だから、決め打ちする気持ちで。以上です。7番のプレイヤーが発言します。まだ話聞いてねえわ、俺。はい、よろしくお願いします。ミラビト陣営、特に使用ありません。6はちょっとよくわかんなかったけど、霊能使用ってことでいいのかな？まあ、後続の人教えてくださいっていうところ。まあ、8-4に関しては、まあ、8っていうのは本当に、もう、色、特に何も発言としては落とさなかったので、まあ、2周目、どこが怪しく見えるとか、まあ、2-1番面、このまま行くのであれば、釣り1等も上げてほしいかな、というふうに思います。グレーの中で、気になってるのは現状3かな。まあ、8っていうのは本当に全く様子を落とさない人物で、1-2っていうのはそれに軽く叩きを入れてたって感じだけれども、まあ、別にある程度、まあ、普通の風にも、まあ、不自然な行動というか、まあ、ローでも普通にできるかなと思ったから、そこで1、2を白いって置いたっていうのは、なんかまあ、安直かなと、8進なら1、2白いってのは安直かなっていう風にちょっと気になっちゃったかなってとこかな。5の8番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、潜伏霊能ね、
はい、6番さんがレノか。うん、どうなんだろうね。3番さん、7番さんが言っていた3番さんが、8番が死んだった時の1、2のローはないっていうのは早いかなって僕も感じましたね。はい。1、2がローだった場合、逆に8番を叩かないと怪しく思われてしまうから、とりあえず叩いておいたっていうのもあるんで。で、僕がローだった時の1、2のどっちかにローがいるっていう精査も早すぎるんじゃないかなって思いましたかね。はい。じゃあ、初心の段階でライン切りですか。前半ポジで。とは思わなかったけどね。7番さんは釣りたくないかなって思いました。3番さん釣りたいかなって思ってます。うん、対抗は、どうなんですかね。わからないですね。まあ、ローか強か。多分、ローじゃないかなと思ってます。多分ね。うん。わからんの森です。一人は僕のことを叩いてるんですけど、まあ、だから釣りたいとはならないですかね。はい。その、声色精査で偽っぽいっていうのは、もともとこういう声なんでね、僕。ああ、一番三騎士か。はいはい。よいしょ。わからんな。3時点で、いいのか。騎士出たから、じゃあ3番さん一本指定しときますね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。騎士出たから3番さん一本指定でいきます。それ、まあ、そうなんですかね。まあ、騎士出たから3番さん一本指定とかじゃなくて、もっと、なんていうかな、1、2、どっちか。でもまあ、なんていうのかな、とこには入れたくないって言ったんですけど、じゃあその理由は何なのかなっていうのは、明確にはなかったんで、まあ、明確にね、まあ言っては言ってたんですけど、明確になかったんですけど、うん。で、5番さん、まあまあ、白だけなんですけど、言っときたいのは、僕的にあの盤面で、8番さん、まあ、強人どっちかっていう、その精査もわかるんですけど、まあ僕的には、正直どっちかわからないし、で、八幡さんのあのマシンガンもやめて、しっかり精査してくださいっていうのもまあ言ってるんで、まあそこはちゃんと1番さん拾ってくれて、でも2番さんそこ聞いてなかったのかなっていうのはちょっと思いましたね。はい。まあ僕も、まあ気になったのは気になったんですけど、でもまだわからないから、まあでも次の精査でしっかりしてくださいっていうのを最後言ったつもりだったんですけどね、あの一言は。その感情もあったんですけど、2番さんがそれについてあれやったんで、ちょっと僕は若干2番さんも怪しいのかなっていうふうに思ってます。はい。そうなってきたらね。うん。なんかその1番に臨場した感じなのかなっていう。でも1番はフラットに見てるっていう、まあなんていう、悪い要素には言ってなかったのにもかかわらず、2番さんなんか俺がって言ってたから、まあ、ちょっと気になったかなっていうのは、はい、思いますね。で、8番さんがそれに対して2番さんはまああんまり理由付けしなくったの、ことから28もあるのかなっていう考えです。はい。そうです。1番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、9と5のどっちかに、ま、ローはいなさそうだね。うん。標準いるかもしれないね。この盤面。うん。まあ、237のランなんだけど、そうだな。まあ、8番は、まあ、1周目の発言聞いてたから、3番の発言って、俺はそこまで違和感じゃなかったから、3番2周目でいいかなと思う。まあ、8番か3番を釣りをしたから、で、8番の偽っていうわけでもないかなとは思ってますね。難しいな。まあ、そうね。8番がローの場合、いや、3番あそこでできる精査を落としたと思うけどね。2周目だと思いますね。まあ、2番さんも、まあ、前半1だしね、2周目だったかな。7番の3番がまだ早いんじゃないかっていうのは、いやー、俺、7番の方が、ま、ちょっと部が悪いと思ってるけど、後半1にしては。はい。でも、2、3は2周目の発言が残ってるんで、怪しかったら、どっちかに入れる感じ。まあ、6番さんが、
一画してるんで、6番さんの参考。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、9番さんに関しては、そんなヘイトを買うように、なんか8番さんを叩かなかったのかなって、俺は正直素直には思ったけどね。もし8番さんが狼の場合、5番さんとの囲いはないのかなっていうのは感じたかな。4と9だったらまだわからないけど、自分はその3番、7番さんが俺は怪しいと思うんだけど、3番さんって別に1、2番さんを白とは置いてなかったと思うんだよね。1、2は、特段黒要素は今のところ拾えてないって言ってたから、俺自身は7番さんの、その、1、2を白く置いたところが安直っていうところは、かなりちょっと不当な殴りなのかなって俺は感じたんだけど、だから俺は正直そのグレーだったら7番さんが一番怪しいかなと思ってる。で、4番さんに関しては、2が9を叩いてるから2が怪しいっていうのはちょっと俺よくわからなかったな。俺だって素直に感じたから9番さんは。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。うん、2番さんしっかり発言聞いててくれてありがとう。うん、7釣りでいいんじゃないかな。自分のね、招集の発言は、自分のまあ思考開示だよね。うん。8、真としたらば、自分が狼であればね、1、2のポジションで8は叩きたくない。8の発言って薄かったでしょ？うん。だったら8、色落ちなしぐらいでね、2周目だね、で済ませるけどね。そこを叩けるっていうのは、実際1騎士だったでしょ。うん。自分の狼像としては、8が真の時ね。うん。自分の狼像としては1、2はふさわしくない。うん。そういう思考開示をしただけ。うん。で、一に白いとは言っていない。うん。特段白良さ拾えていないというふうに言った。うん。それをどう考えて7番は3を釣りたいのか気になったのか。うん。っていうか8、便乗した8の方がね、やっぱりあれなんだけどね。8が2攻めに見えるね。うん。3一本して、8のどこが黒かったんだろう、3、8番さんね。あ、3のね。うん。だから現状7番さんの3の叩きは不当だったと思う。自分の思考はね、叩きが正当だったか不当だったか、うん、正当な叩きであれば自分の発言が至らなかったということで自分は認めますが、はい、不当な叩きをするところは自分は人外と見ますので、本日は7番釣りでいいかと思っています。はい。占いに関しては、まだ2週目4番さん聞いてないけれども、8番さんの3釣り押しっていうのは非常に、7を釣り押したから釣りやすいかなというふうに、釣りをしたというふうに見えるんで、ちょっと8の新芽は、現状を得ないかなという感じですね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。俺は7って別に3をすり寄せなかったと思うよ。グレーだと3が気になるという発言だけだったと思うけど、でその後8番さんが3、騎士が出てくる、霊能が、潜伏霊能が出てくるっていう流れがあって、3釣りっていうのは8から始まってると思うけど、冷静に考えると。で、2番さんに言っておくと、俺の白先の9番が、8番に下してきて、8番ってグレー精査するべきだよねっていう指摘だから、俺そこって別にまっとうだったと思うんだよね。うん。別にヘイトを向けたくないみたいな、そういう発言じゃなかったと思ってるから、2番さんとだけは素直に不当かなって思ったんだよね。うん。まあ、ただちょっと食い違いがあるのかもしれないか。だから、俺はなんか、3番さんが7に釣り押されているっていうこと自体が俺は間違ってると思ってるけどね。だ俺は、まあ、3番さんをさほど釣りたいわけではないんだよね、俺って。3手8から釣り押されてるから。俺は3を釣り押してるのは7ではなく8だと思ってるよ。かな。3番さんってなんでそんな7にヘイトを向けるのかな。7って、そこの1、2、白木は、まだ早いと思うよっていうふうに意見を落としただけだからね。だから俺3が今ので強烈に釣りたくなったから、思ってる。まあ7の意見も聞くけれども。はい。5番のプレイヤーが発言します。まず思ったのが、ヒロちゃん、6番さん霊能師って多くねって思った。マジウケるんですけど。なんで、うちはまあ、ヒロちゃんの話をよく聞いて面白い話だなと思って、釣り位置決めたいと思ってるんですけど、なんだっけな。
うん、正味7番さんの話聞いてなかったんだよな。だからわかんないな。でも2番さんって、5と8のラインはないって言ってたけど、うちって1周目で8番さんシンプルでいいなって、叩いてないんですよ。なんなら8番さんまず印象いいように言ってるのに、5、8のラインはないって言えるんすか？どういう理由で言ったんすか？じゃあ10番さん叩いてるなら5、8のラインはないっていうのはわかりますよ、2番さん。じゃあ8番さんのこと叩いてもないのに5、8のラインはないってどっからどう見ていったのかなって2番さんにはすっごい疑問でしかないかな。あと1番さんの騎士は6番さんの霊能士近くしてるから6番さんに合わせるっつってヒロちゃんっていうのは合わせないでくださいって言うんですよね。この6番さん霊能士、僕に釣り位置。なんで、騎士さんね、霊能士さんに任せるんじゃなくて、騎士さんは騎士さんらしくちゃんと精査してほしいんですけど、あなた騎士として全然グレー精査になってませんよ。しっかりしてくださいよ、騎士さん。って感じで2番さんには疑問を抱くけど、3番さんっていうのは、8が3、なんだろう、ヘッドをめくられたからその人を釣り押してるだけだと思うんだよね、3って。3と7のどっちかでいいんじゃね。6番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、8番が3番って言ったら3番でいいんじゃないの？まあ、しょうがないんじゃない ?3 番から占いだから。それに、意を唱えてんなら9、3でいいんじゃない？そんなに9番が3番をかばうんだったら。うん。だけの話で。まあ、8番が3番だから3でいいと思うのになんで9かばってんだろうと思うけど。まあ、俺もちょっと自信はないけど、まあ、8番が占い先が3番いると困るっていうなら、こう、3番でいいんじゃない基本は。それでも従えないんだったら、9、3ランしたらいいんじゃない ?9 番が。うん、8番の指示に従えませんと。3番いけませんって言うなら、9、3でいいんじゃない人外から入れられればいいじゃん。黙って3番押してればよかったのにってだけの話。まあ、8は新占いなし。あれ1はどこ押ししたの ?8 と1の意見参考にしたら、うん。まあ、3番が悪いんじゃない ?8 番に目をつけられたんだから。うん。7番のプレイヤーが発言します。俺も話聞いてねえから、まあ運ゲーだから。8が真ってなぜわかるのかっていうのは正直わかんないかなというところで。あれ占いが何人？まあ、僕は現状2から行きたいかなというふうには正直思ってるかな。はい、占いが何人？まあ2に関して僕の黒要素というか釣り押し理由としてあげてたのは結構熱像が入っていたかなと思って、まあこれは占いが僕を釣り押した理由でもあるので、まあ3もそれに乗っかってしまってるっていうふうのはあるんだけれども、僕が言ったのは、まあ、占いが何人いるの？3の発言として、8が真なら、そこを叩いてた一人を白く見るっていうのは、そこは早すぎるんじゃないよっていうことを言っただけで、別になんか一人の白を完全に白を消してるみたいなニュアンスで話してたけれども、そこの判断っていうのはやや安直なんじゃないのっていうことを言ったまでだから、そこはなんか、組み取れてないのか取り違いをしてるのかわからないが、そこで叩いてくるっていうのはかなり不当かなというふうに思って、思ってしまったかなというところで、現状その流れを作った2っていうのはかなり怪しく見えるかな、熱像入ってたかなっていうふうに思ってるかな。まあ4に関してはそこをこう、なんか、僕をかばってくれるようなことを、まあ言っていたというところで、まあ非常にありがたいというところではあるんだが、まあ、そこでこう僕の評価集を狙ってるとか、まあ、あるいはこう、47に見せたいとかっていうのも、ムーブだということも考えられるから、現状はまあ、占いはフラットで見てるかな。正直今日は2から行きたいね。占い師誰よ、マジで。占い師誰よ、マジで。その疑いには、どんな根拠が。占い師、私はただ嬉しい。占い師誰よ、マジで。いや、3番でめんどくせえから。もういいわ。どんな根拠があるのかな？話聞いてねえし、占い誰かわかんねえし、まあいいんじゃねえ、もうめんどくせえから。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、占い師誰？ 3番の遺言を発表してください。占い師がマジわかんねえ。まあ、しょうがないけどね。民意であれば。占い師がわかんねえ。うん、8番、6番さんあれは、8番1しようと勘違いしてんじゃないの？4も占いですよ。4本も占い、うん、占いはね、どうなんだろうね。どっちか心が分かんなくなったね。4番占い、
うん、4番は、8がまあ3を釣り寄すのはいいとして、4はなんで3釣りたいの？何と見て釣りたいの？ 4 番さんは。対抗が釣り寄してる3を。うん。え、4どこ？対抗の8が釣り寄してる。4はね、どこ城だっけ？9城。6番さん。4が9で、8が5城。やべえじゃん。うん、ハックお願いしますね。3番釣らなきゃよかったわよ。だから、ね、4番さんのおかしいところは、8が釣りをしてる3、8はまあ自分狼黒いと見て釣りをしたんだろうけれども、4は何と見て釣りをしてライン切りと見て。打とうとしてる2試合続けて、霊能はやばいんだけど、釣りやすいから3を釣りをしてる。さっきの試合は、シグナナインが見えてたけど、あ、標的に無理かなって試合だったけど。うん、8の3釣り押しは、マジで3番の言うとおり。7番さんの発言はね、自分ごめんね。全然知ってないから3番押しちゃった。押さなきゃよかった。3番押さなきゃよかった。4番さんはちょっと、ね。マジで釣って、俺、マジで後悔してる。発言聞いたらちょっと、どうしよう。3番どっち死んだと思う、ね、もうその、うん、どっち死んだと思う。8番言うように8死んだんじゃないでしょうか。4番言ってやるよ、はい、もう3番かわいそう。8ですね、きっとね。はい、3番がロー以外はもうかわいそう。味釣ってやるな。気をつけてください。つかもう4番の話聞いてねえわ、一切。今日無理っすよ。3番悪いね。話聞いてなかった霊能がいたっていう。話の内容で救護してんだから、こいつ話聞いてねえだろうなと思ってんだろうな。その通りでございます。全く話を聞いてない悪いやつです。村をピンチに導く霊能。昨夜ツイート。振らなきゃよかったよ、もうよ。人ではありませんでした。1C4 だと思ったから、まあ8は決めりゃって思ったら、4番もかよ。夜が明けました。いやもう嘘だろ、もう。昨夜は1名の方が亡くなりました。1、2番のプレイヤーが発言します。4番さんが2しろ。8番さんが9しろか。じゃあ9番は隠しろってことね。9番さんは隠しろ。8番さんはそっか、3番単体釣り押しだから、9番さん占いなのか。4番さんはまあ確かに俺占いなのは、まあ3番さん釣ったら納得できるんだけど、4番さんなんで3番さんに行ったんかなって思ったけどね、3番さんの遺言からしても。だって8番さんが釣り押してるから、どうなのって俺は思っちゃったんだけど。マジで今日無理。だからそれに関して4番さん説明してほしいんだけど、マジで投票放棄したいぐらい。で、7番さん、4番の話を聞かないやつが4番の説明するわけねえじゃん、もう。あの、1、2を、あの、まず3番さんっていうのは、白とは言ってない、白いとは言ってないよ。安直にその、ね、なんだろう、あの、特に怪しい要素は今のところ拾えてないって言ってるだけだから、あの、俺は捏造してるわけじゃないと思うんだけど。聞かないんだけど、色が見えるで、5番さんに関しては、きっと霊能すごい触れてて、表面を感じてる、俺は結構ね。だから、どうなんだろう。7番さんは、どうなんだろうな。占いに触れてないから、どっちとも繋がるんで、4、7でも、8、7でも。7番さん黒と置くとね。てかもう、さ、あれか。三四郎だから、五が共鳴を感じてるからなと思う。ちょっと占いに関しては、真のプレイヤーが発言します。まず3に投票したのって、3番さんって完全にあの、8番さんから、始まっていた、三釣り、なんだろうな。7への叩きに便乗しちゃっているじゃない。だから、8番さんから駆動しされたときに、俺ってもう3番さんをかばってあげられないんですよ。8番さんが、3黒、俺が3白だったとしたときに、3の方が圧倒的に8番さんよりも黒く見えてしまうから、だから、4、3ラインが割れてしまうから、3番さんは申し訳ないけれども、整理位置としてずらせてもらった。俺は対抗が3番さんを釣り寄せてるからねっていう発言を残しているけどね。で今日は黒狙いで、2を占った。なんで黒狙いで2になるのかっていうと、5番さんっていうのは2番さんが言っていた通り、1に殴りを入れたんだよね。騎士だったらみたいな発言。あと霊能にも触れていたし、あとあからさまに5、8ラインあるんじゃないかというふうな発言をして、自分に占いを寄せようとしてるんだよ。だからかなり強靭目が高いと思って、ここで黒は出ないだろうと思ったから、昨日発言がおかしかった。まあ初週からだけどね。1日目から発言がおかしかった2を占ったが、ここは白だった。っていう感じだね。
まあ、8番さんについてはやっぱり白黒つけるマシンだと思ってくださいと言って発言を切り上げたところは占い感情じゃないと思ってるし、なんだろうな、ちょっと時間ねえな。5番のプレイヤーが発言します。何、結局4番さん何が言いたいの？ちゃんと考察してくれん？結局最終的にどこがサイクロか言ってくれないと困るんですけど。なんか2番さんの言ってる意味がよくわからん。なんか初週から2番さんの言ってることがよく理解できんし、ヒロちゃんは占い師の太鼓を把握漏れしてるし、平和村じゃねえよって。しっかりしておくれよ。まあ、4番さん目線、西色。で、うちは興味を感じたから占う必要はないと思って、黒を狙おうと思って2を占おうとしたのね。まあ、それは理解できましたと。じゃあ4番さん目線、2色をどこに残ってんだよ。8をローと打ってんのか、強と打ってんのかぐらい発言残せよ、4番。てか、うちさ、思ったことあるんだけどさ、ヒロちゃんとやってたっけさ、なんか口調が似てくるんだけど、やめてほしい、マジで。ヒロちゃんのせいだから、ヒロちゃん依存症ですっていうのは、まあ置いといて。まあ、2番さんにアンサーしとくと、まあ、なんかなんだっけ。別にうち疑われてないから言う必要もないのか、2番さんにアンサーとか。まあ、6番さんは普通に適当に言っただけだから、霊能師さんに触れてたかどうとかって、適当に触れただけです。まあ、4番さんの発言からしてすぐなんか、まあ、一応信って4を置くと、7、8ってこと？まあ、7番さんっていうのは占い師結局フラットって見てるし、まあ、フラットって言ったのは4番さんの方が締め高いし、発言来る要素拾えてなかったからって面では理解できるけど、いやもうヒロちゃんに任せる、釣り市。6番のプレイヤーが発言します。釣り市ね、今日はまあ、すいません。4番の占いを聞いてないぐらいだから、ちょっとね、正確に決めきれないでしょ。こんないい加減にやってるよりは、ちゃんとみんな話聞いてる人がやればいいんだ。だったら7番行くか。まあ、7番もそれでいいんじゃない？だって4番をそもそもちゃんと、占いだと思ってない人が、ここで精査したって、ちゃんとろくな精査できないから、今回に関しては、もうわかんないんじゃない？ 2、5、どっちか、オケ見なら負け方式で7でも行く？まあ、できれば4、8の話になるべく聞いて、他のグレーも聞いて、なんかいろいろ結論出そうかなと思ってんだけど。はぁ、3番行かなきゃよかった。俺はてっきり平和村だと思ってた。ああ。間を取って7番行く？もう、9番がなぁ。超人じゃなきゃいいんだけど。9番に任す方式でもいいけど、強靭の可能性もあるしね。間を取って7番とか？どうしよう、84。7番のプレイヤーが発言します。勘弁してください。僕釣りは飲めませんよ。今日は占い決め打ちで4、8ランってことにお願いしますね。で、僕は現状4かなというふうに思ってるかな。4の2占いってのはまあまだ分かっだっちゃ分かったんだが、結局最終的に黒狙い2の発言がおかしかったっていうことを言ってたけれども、どこがおかしかったとかその様子を提示せずに、なんか白出すね、なんていうのかな、占い位置としてっていうのはまあ極めて説得力がないかなというふうに思ってしまったし、まあ、正直、2は結局3はね、結局不当だったよって発言を最終日で釣られた時にね、残してたわけで、それを聞いてもなお僕に対する、不当な殴りだという主張を取り下げないっていうのは、結局僕を最終的に SG1 に仕立て上げたい、ようにしか正直聞こえなかったかなっていうところで、現状2-4でかなり濃く見えてるが、まあ、難しいな。5は5で初日からのその8の新上げっていうのは、まあ、なんていうかな。結構、まあ、フィーリングみたいな感じで言ってて、まあ、ややくせえなっていうのは、これ初日の初週で言いそびれちゃったんだけど、っていうところで、ね、そこも、まあ、5、8か2、4っていうふうに、見えてるが、まあ、ちょっとそこは、まあ、8の発言を聞いて最終的に決めるが、まあ、現状4の新芽の方が低いかなというふうに思ってるので、まあ、4かなというふうに思ってるが、はい、8の発言も聞きます。8番のプレイヤーが発言します。7番さん、4番さん行きたいんだね。うん。
4番さんっていうのは、この人自己保身のことしか考えてないんですよ。4番さんっていうのは、俺が3番さんを黒く見ていて、例えば3番さん残して4番さんが3番さんに白を打った場合っていうのは、4三ロールに見られてしまうから、申し訳ないけど3番行きましたって、それこそ新占いの目線じゃないと思いますけど、はい。あなた自己保身のために3番さん釣ったって言ってるんですよね。4三ロールで見られないために。だったら4番さん黒いところ釣り寄せばいいじゃないですかって思うんですけどね。俺4番さんローで見てました。はい。俺が3番さんを釣り寄していて、4番さんが3番さんを釣り寄す構図っていうのは、例えば村目線進路に見えてるのであれば、8番がローだった場合3番を釣り寄していて、4番がローだった場合3番を釣り寄してる構図っていうのが、村目線進路で見えているから3番のローはないんじゃねっていう考察に、なると思ったんですよ俺って。だから4番それ狙ってんのかなって思ってんだよ。わかる、言ってること。4、8がどっちも3番を釣り寄しているから、4番が、相方の3番を釣り位置に上げることによって、あえて釣り位置から外すっていうムーブができるんですよ。俺が3番さん釣り寄しているからね。だから4番さんそれ狙ってんのかなと思って、俺は3番さんに投票したんですけど、3番さん白なんですよね。で、次に思ったのは、4番さんロジックで考えたときに、9番さんっていうのは3番さんに投票してるんで、ワンチャン4球ローローで3番を追い込んでるローなのかなと思って、9番裏だったら9番さん白でした。はい。で、俺、4-2ローローで見ていて、4番が3番を釣り寄してる構図で、7番がローだった場合っていうのは、7番っていうのは2番にヘイト向けるって、これ4-7でやりたいこと噛み合ってなさすぎなんですよ。で、4番っていうのは2番を初週続いていて、で、4番が2番に白ですっていう、多分 4-2 ローローのラインギリじゃないかなと思ってる。9番のプレイヤーが発言します。そうだね。まあ、僕が思うには、まあ、5番さんも、5番さん強靭だと思うんだけど、でも5番さんを、まあ、ちょっと強靭に見てはすいません、なんですけど、4番さんは確かに最後どことどこ黒とか、はっきりは言ってないんですよ。で、まあ、4番さん視点、5番さんが強靭に見えて、2番さん白なんですよね。で、僕、角白です。で、6番さんが霊媒師です。はい。ってなったら、もう7番さんって言ったんですよ。で、7番さん黒要素を上げたらいいのにもかかわらず、それも深く言えないっていうのが、ちょっとまあ4番さん、まあ僕も怪しいなと思ったんですけど、いや、強靭マジ5番さんやと思うんだけどな。なんかちょっと、よくっていうかなんか、まあすいませんね。追加しますけど、結構なんか、あっちも行く、こっちも行くみたいなバラバラなやつやってるんで、8番さん、と見えてますよ、みたいなのも言うし、でも4番さんなのかな、みたいな言ってるけど、結局霊媒師に頼るし、みたいな行動してるんで、まあ5番さんは強靭かなと思ってるんですよ、僕は。で、ここミスったら、私も終わるとは思うんですけど、すいません、4番さん。僕も、まあそう思うんですよね。なんでかって言ったら、まあさっき一番初めに見ましたけど、4番さん視点強靭に見えて、2番さんが白、で、9がってやっていったら、もう8、7で黒見えてるんであれば最終盤面。じゃあ7番さん黒要素落としましょうよってなるんですよ。4番さん。まあ、8番さんに黒要素上げて8番さんに持っていくのもいいですけど、7番さん、相方の7番さん見えてるんだったらそれがはっきり言ってほしかったです。はい。だから今回4番さんいます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、4番、4番の遺言を発表してください。いや、まあ、後半の方に全部発言持ってかれたって感じなんだけど、8番が挙げてる、俺が3番を釣り寄せたのが黒要素って言うんだけど、じゃあ俺が新占いなんだけど、4-3ライン見られて村から偽出された時って勝ち目あるのかなって思うけど。だから普通に3番を成立としてあげて、俺は占い師なんだから自分の身を守るのは当然のことだと思うよ。かな。はい。だからその8番の言ってる要素は、俺の黒要素になり得ないと思ってるし、そもそも俺は2のおかしい点っていうのを1周目から上げてったよね。それは言ってないっていうのは熱だと思った。7番に対して。ごめん。で、5を狂気した場合って、結果的に7、8になるんだけど、俺は5をやっぱり占っていないから、そこは言い切れないよね。だから2番じゃなくて7番とかだったらよかったよ。7番さんも、8、5で精査して、でも結局4番に背に見えるって言ったところを、
8にうまく評価してされちゃったんで。最高出てほしいんだけどね、デロックスのよ。だ8号黒もやあるのかなとは思えてきた感じだね。で、そもそも、ほぼ全員が俺に投票してるんだけど、にも含めてね、俺の相方どこにいるのって話になるよね。はい。かな。まあ、俺が白だっていうのは、今日6番が噛まれるから分かんないと思ってるけど、絶対8を釣ってくれ。無理じゃん。5、8を、5、7を精査してほしい。無理じゃん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。無理じゃん。まあ、なんだ、投票結果見ると。いや、うとうとしてしまった。9番の話の途中から。うとうとしてるから、そもそもの精査はつかねえし、しかも、霊能とかこういう決め打ち場面。話を聞かないでも見える時があるの、話を聞かないは、ある程度の話はうすらっていう作業されたものは人狼でした。4黒じゃん。4、9、2、8、5、9。4、2じゃん。俺噛まれんじゃん。キャー昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。あ、4かな。うん、4黒か、うん、ありがとうございますってなってきたら4黒だよね、うん、ってなすいませんねちょっとね、うん、4黒だと思うんですけどそうなってきたら2が8占ってまあでも8から占われる可能性がある2番はそこをついたっていう可能性ですよねもう最終盤面的に、うん、2番さん的にはもう8番さんに占われるしって感じですもんねだから8神まあそんな感じするけどなまあ神位置的にもそう思うし、うん、4番さん切られた時点でまあ令和師もう見られるのもあれだけど、8番から占われる。みんなから8番信用されてるから、まあ、自分占われるって可能性で8番噛んだっていう可能性が高いし、この場面的に。まあ、2番さんすいませんね。うん、もし全然違ったらすいませんですけど。でもな、7番と8番つながん、4、7でつながるとこがな。すいませんね。全然精査できないですね。でもそう見えますよね。この紙位置的に。まあでも7番にもそれは言えるけど。ちょっとわかんないですね。皆さんちょっと参考します。すいません。まあ、考察できなくて。まあ4番連れて。2番のプレイヤーが発言します。9番さん、それマジで安直だから、神位置考察だけはマジでやめてほしい。これってだから俺を狼に見せさせるための神でしかないから、発言精査でしっかり聞いてほしいんだよ。で、4番さんのあのさ、発言で、結局4番さん目線の黒位置を上げられてなかったから、7番さんから4番さんの、新目は絶対に取れないと判断して、ここで切って、俺をラスールに仕立て上げてるだけだからね、これ。うん。だって4番さんって何も理由なく、自分目線の黒位置を上げてなかったから、俺への白出しって、俺への評価集だと俺は悟ったから。で、俺目線絶対4、7ローだと思って、5強人だと思ってるから、絶対7に行ってほしい。これね、どう考えても、この紙されると俺が怪しく見えてしまうんよ。で、7番さんって結局初週からなんか俺のことを俺にばっか触れてたし、で、5番さんに言うけど、5、8ラインっていうのはないんだよ。俺はないと思ってたよ、最初から。だって5番さんと8番さんが狼だったら、やたらその8番さんの新上げを、して、4番さんの占い位置に入ろうとするのは、ちょっとおかしいと思ってたし、かなり強ムーブに見えてたから、5、8ラインは俺はないとずっと最初から踏んでたんだけど、7番さんね、かなり、だから俺最初から言ってるじゃん。捏造だって言われてるけど、3番さんは1、2番を白とは置いてなかったんだよって。で、7番さん言ってください。俺に出たら PP 起きるんで、7番さん。5番のプレイヤーが発言します。うちは、究極じゃね？
だって9ってさ、6位近くしてんのに4が来るだと思うって。お前、頭おかしいんじゃないの？マジでひろちゃんみたいな苦情になりそうで怖いわ。安直だと思われるような紙。で、8に紙行った。8に紙行く必要あるか？まあ、レノ氏の話も聞けるからよかったけど、紙は。うちは6噛まれてたら、安定に8行ってたような気もするけど。まあいいや、4が黒落ちてるから。現状4、2、ローの7、9どっちって、今日残ってると思うよ、普通に。7、9のどっちか今日だと思うけど。で、4、7、ロー、もしくは4、7、ローの9、強。2は強人じゃねえわ。PP 剣、ね、もしてる。9人外だと思うんだけどな。でも2番さんは今日は7いってください。わからんわ、これ、マジで。わかんないな。7も臭いし、2も臭いし。でも、2は何だろう。いや、わかんないわ。急遽だと思うんだけど、急遽でしかない。うち7行くわ。7行くね。ひろちゃんの話も聞くけど、7行くわ。6番のプレイヤーが発言します。はぁ、どっちか好きな方行ったら、もうただの運ゲーだしね。わかんないね。全然わからねえんだけど、8が進化よ。わかんなくて投票放棄して読んで、あ、これもう読んで負けたかなと思ったら、本黒出たわな。どっちでもいいんじゃない？好きな方行ったらいいんじゃない？ま、どっちか入れるわ。だってもうしょうがないもんね。なんで入れるわ。どうしたらいいんだろう。まだ投票放棄しても割れるもんね。どっちか入れなきゃ負けるね。まあ、どっちか強人だったら負けだからね。まあいいんじゃない？もう。3番釣らなきゃよかったのかな？こうなったら。頭いて。まあ、どれが強人かわかんねえ。もう3番強人だったらいいんだけどな、もう。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ今日は 2を絶対に釣ってください。2で確実に終わりますと。いうところかな。まあ、5に関しては、強人かな。もう安定進行でとかってした時点なんで、もう強人がもう透けてるので、まあ、ここを、ミスるともう PP ですというところだけ落としておきます。4なに関して、結局4が2セットのは確定したけど、7っていうのは、まあ、結構、56っていうのが、ね、ややふわっとしてる発言を落としてるところで、4の芯をかなり下げて、結果的に、4黒の、まあ、4を落とす方向に、まあ、導いた台湾が、そういう芯下げ、まあ、芯下げの行動をかなりしていたということは、もうぜひ村にはもう分かってほしいし、には結局初日の発言を未だにこう使って叩いてくるんだけど、全然不当な、なんていうかな、不当ではなくて、3の発言として、3っていうのは、8進なら1人はちょっと叩いてから白いかなっていうのはやや早いっていう発言を残してて、だからそう、僕はそういう発言を残してるが、2っていうのはそこを拡大解釈して、3が1に白置きはそんなものはしてないっていうこと、発言をねじ曲げて、7がこう、おかしな発言をしているっていう、こう、レッテルを明らかに貼ってきてるわけだよね。だし、4の初日、2、3から7が、ね、ヘイト向けてる、向けられてるっていうのは結果的に、4.7 の後ろというのを知ってるわけだから、まあ、明らかに、評価値に来てたと断言できる。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。ご村かよ、すまねえ。あ、3強人落ちてたんだ。あ、3強人だったのか。
だから8人だと思ったら8番さん強かったな。ごめんね、2番さん。